よろしくお願いします。ボンジョールの話はする。1年入れたらいいんじゃないかなっていうぐらいの、はい、これが勝負だなっていう。あいつは本当に面白いんですよね。面白いですか。めちゃめちゃ面白い。あの変わり者っていうのはセンターバック2人、これはもうご無沙汰してます。サッカーキングで登場するのは2ヶ月ぶりぐらいですかね。ヨーロッパリーグでご覧いただいた皆さん、ローマ残念でしたがナイスゲームでした。モーリーニョ監督は残留してくれました。今日は細井ちゃんおりません。さて今日はですね、サッカーキングご覧の皆さん、お待たせしました。スペシャルインタビューをお届けしたいと思います。時間も限られておりますので早速ご紹介したいと思います。インテルジャパンツアー2023公式アンバサダー長友佑都、イタリア語ではユート長友選手です。はい、どうもよろしくお願いします。ボンジョールのお話します。イタリア語もう忘れちゃいました。どうですか。ああどうだろう、使ってないですね。全く使ってないですか。はい、あのピッチ上でジェスティはこれはありますか。ああそれももうちょっと日本帰ってきてちょっと浮いちゃうんで。あそうですか。はい、でも長友もまたやらかしよるなってなるんで。そうですか、はい、ぜひやっていただきたいですね。カルチョファン的にはぜひこれとか、はい、こういう感じを、はいはいはい、審判にやるとね、はい、カードが出てしまうので、そうなんですね、そうなんですね、ちょっとくらいこうやっていただけると。さあインテルがこれ2回目の来日になるんですけれども、ジャパンツアーの公式アンバサダーということで、はい、この就任の経緯を教えていただきたいんですけれども。経緯は事務所に話が来て、ええ、はい、それでまあ、僕もインテル来るっていうことで本当は正直試合したかったんですよね。そうですね、はい、国立で試合したかったんですけど、まあ、それがあの叶わなかったみたいでっていうところで、まあ、アンバサダー僕もなりたいなと思ってたんで、まあ、素晴らしい話が来たと、はい、嬉しかったです。思えば2011年の1月で冬のメルカートで移籍をされて、はい、およそ7シーズン半、はい、今イタリアサッカー界で7シーズン同じクラブでプレーするって、うん、平均的に言ったらちょっと相当長い。あそうなんですね、はい、そういう意味である意味バンディエラに近い存在かなと思うんですけど、うん、そのあたり7年間振り返っていかがですか。まあなかなか厳しいところだったなっていうのは改めて思いますね。やっぱりサポーターだったりもそうだし、メディアのあのバッシングも含めてやっぱりインテルならでは、ビッグクラブならではのそのプレッシャーだったり厳しさはあったなと。それだけ長くいらっしゃるっていうイメージはありました。いやそれは全くないですね。はい、まあ、当時僕が行った時もね、あの3冠の後で、はい、まあ、それこそすごいそうそうたるメンバー、スナイデルだったりエトーだったり、もちろんサネティトもそうだし、そうそうたるメンバーがいる中でまず半年、まあ、シーズンね僕冬で移籍したんで、はい、あと半年これ僕、まあ、やれないと、まあ、去らなければいけないなというその危機感のもとでいたんで、1年入れたらいいんじゃないかなっていうぐらいの、はい、これが勝負だなっていうぐらいの思いでいました。一つのクラブで長くやるって今すごい大変な時代じゃないですか、はいはい、いろいろとまあお金の問題もあるし、うんうん、出ていくっていうことも当たり前になる中で、長くやる秘訣ってどこにあるんですか。長くやる秘訣、まあ、一番はその、まあ、根性と忍耐力じゃないですかね。っていうのは、うん、すごいなと思ったのは、長友さん2011年の1月に加入をして、監督1718までで調べたら10人の、はいはいはい、10人変わってます、はい、まあ、1112シーズン3人変わってますし、うんうんうん、見ると監督変わると人も変わったりするのが常じゃないですか。その中で7シーズン半居続けるって、うんうん、僕結構ハードル高いなと思うんですよ、はいはい、だから相当自分に課して練習もなさったと思いますし、うんうん、だからすごいなと逆に僕思うんですけど、ね、あ自分の中では必死に日々取り組んでましたけど、まあ、今振り返ってみると確かに監督が10人7シーズンいたっていうのは、まあ、インテルほどのクラブで、そこはまあ自分自身もまあ誇りに感じてるし、自分がやってきたことですね、いろんなものに耐えて戦ってきたっていうのは、まあ、それこそ本当にインテルを出てからもガラザサレやマルセイユ、あとはこのワールドカップも経験してきましたけど、2回ですね、ロシアとカタール、まあ、それは本当にインテルの学んだこと、インテルが僕を成長させてくれたから、まあ、成し遂げられたっていう部分は大きいと思いますね。ジュゼッペ・ミアッツァのあの興奮とかブーイングって相当なもんですか。どんなもんですか、やっぱ下でピッチ上で聞くっていうのは。強いブレない信念みたいなのがないと、多分本当に足が震えて
多分逃げたくなるでしょうね。そうですか。はい、そのぐらい殺気ですね、まあ、熱というよりかは殺気だと思いますね、あそこは。意外と怖い感じがする。あ、怖さありますよ。うん、多分あそこのピッチに立って本当ミラノダービーとかイタリアンダービーとかもちろんチャンピオンズリーグのあのプレッシャーで戦う時の、うん、は熱気というよりも殺気だなと。怖さを覚える選手は、まあ、去っていかなきゃいけないなと。なるほど、うん、思います、ね、一発のミスがもしかしたら負けにつながる可能性があるんですよね。負けだけだったらねまだいいかもしれないですけど、まあ、それがねまたこう、まあ、命とは言わないけど、まあ、傷つけられるかもしれない、家族がもしかしたら危ないかもしれないみたいなところにつながりかねないんでね。とにかくウルトラスは人生かけてやってますからね。そうそうそう、みんなねだから人生の一部でそれだけ熱く戦ってるんで、はい、まあこっちも本当に人生かけて戦わないと、うん、っていう気持ちにさせてもらいますね、うん、はい、それはやっぱプロヴィンチャとは違うんですね。ああもうそこは全くもう だってチェゼーナの時もちょっといいプレーしたら言うとコール怒ってましたから、言うとってこのプレーで俺これ称賛されるんだと思ってすごい気持ちよくなってたんですけど、インテルじゃあ全くもうそんなこと言う、同じプレーしてでも、まあ、言ってもらえないですよね。まあでもそういうぬるま湯でもダメなわけですね、選手としてはやっぱり厳しい。ああそうです、もう僕はもちろんそれを求めて高いところの高みを目指すというところで求めてやってたんで、うん、まあ、これを乗り越えないと、まあ、上にはいけないんだなっていうのは、まあ、ちょっと感じながらですね、はいはい、乗り越えてましたね。なるほど、はい、それが今に生きている部分というのはどのあたりにありますか。やるべきことのその基準というものが常に高い位置にあって、まあ、本当に若いその20代前半で、まあ、気づいてきたその自分のその努力の基準みたいなものが、うん、今にもつながってて、今でも若手以上にやるのが普通だと思ってるし、うん、まあ、そこはなんか基準ができたなと明確に思いますね。昨シーズン、まあ、今から2ヶ月ちょっと前ですけれど、チャンピオンズリーグにインテルがファイナリストとして進出して、はい、まあ、惜しくもね敗れてしまいましたが、うん、ご覧になられました。ああもちろん、はい、見ました。いかがでした。正直やっぱりシティの方がやっぱりその完成度もそうだし、個々の能力も、はい、高いな、厳しい試合になるんだろうなっていうのは思ってましたけど、まあ、自分の予想をこうはるかに超えた、まあ、試合を、まあ、素晴らしい試合を、まあ、インテルがの頑張りによって、まあ、してくれたなっていうのは思って、すごい誇りに感じましたね。ハーランドなんかのアチェルビという、ね、新加入選手を完璧に抑えて、うん、そうですね、はい、まあ、あのハーランドが、まあ、ほぼ何もできなかったっていうところで、なかなかプレミアでもなかなか見れない、はい、うん、そこはやっぱりそのイタリアならでは あの守備の硬さと、まあ、その戦術の部分は、うん、やっぱりすごいなっていうのを改めて感じましたし、やっぱり、ね、やっぱりインテル7シーズンもいて、うん、このエンブレムをこのユニオンを背負って戦ったことにこの誇りを感じる瞬間でもありました、ね、すごいことですよね、うん、本当に、はい、そんな中で昨シーズンで結構フル株の選手たちが対談をして仲良かった、よく合宿中の同部屋だったハンダロイッチ、うん、そうですね、ダンブローズよ、はいはいはい、この後もいなくなってしまいました、うん、いやー、せっかくこの日本でね、うん、この彼らと、まあ、インテルという、まあ、好きなクラブが、自分の、ね、好きなクラブが来て彼らと会えるなんてこんな幸せなことはないなと思ってたんですけど、はい、まあ、ニュースを見るたびにダンブロージョが対談する、ハンダルミチが対談する、ブロゾも行っちゃうというところで、いやちょっと寂しかったですね。ブロゾビッチ、うん、ね、今来日してるじゃないですか、はいはいはい、インテルのリュック背負ってホテル入ってきました、うん、マジですかまあその辺はね、ブローゾはもう適当なんであいつは本当に面白いんですよね。面白いですか。めちゃめちゃ面白いです。変わり者だっていうのは現地の記者から聞いてて、うん、大癖者ですね。あ、そうですか、うん、大癖者なんですけど愛されキャラで、いじられキャラで、うん、僕も大好きだったんですけど。なんか面白いエピソードありますか、サミラ・ハナルビッチとは。あ、面白いエピソード、まあもう本当ずっといたんで、彼インテルのインタビューで合宿の時って同部屋ですよね、確か。そうです。そうですよね、はい、いつも J-POP が流れてくるって言ってましたよ。マジですか流してたのかな、はい、まあでも彼はもう常に相手の分析だったり自分の分析を常に部屋でもしてて、はい、まあこれだけ勉強熱心でストイックで、まあ、11年このインテルというビッグクラブで、まあ、やれたっていうのはそれだけ理由があるなっていうのは一緒にいて
はい、感じてますね、うん、それからでもサネッティさんと、うんうん、それからマルコ・マテラッツィさんいらっしゃるんですね、はいはいはい、マルコ・マテラッツィさんいらっしゃるって聞いてるんで、はい、仲良かったんで、そうですね、はい、彼らとはちょっとまあホテルなのかに行って、はい、会いたいなと思ってるんですけど、連絡は取られたんですか？連絡はマテラッツィも来るっていうことを言ってたんで、まあ、どっかで会おうよっていうことだったりとか、まあ、サネッティはなんか僕の知り合いを通してなんか動画のメッセージをくれたりとかして、イタリアからですね、はい、まあそれで最近連絡をちょうど取ってたんで、はい、そうです、久しぶりに会うのは楽しみですね。じゃあどっかもごちそうに連れていかなきゃいけないですね、マテラッツィ先生。そうですね、はい。どうですか、最近のいわゆるインテルの後輩たちの中で印象的な選手、うん、まあ、ディマルコなんか多分いらっしゃる頃、うん、プリマベーラでプレーをされたと思いますけど、うんうんうん、彼が何歳ぐらいだったのかな、16、17歳ぐらいだったのかな、当時プリマベーラから上がってきて、ユースから上がってきて、練習参加とかね、いろいろこう一緒にやったりしてたんですけど、まあ、僕ポジションかぶってて、左サイドバックで、で、めちゃくちゃいい選手だなと思って、キックもうまいし、うん、で今ほど の, そのフィジカルはもちろん当時はなかったんですけど、それでもそのポテンシャルを感じるような、まあ、片鱗も、ね、こう見せてたんで、練習の中から、あ、この子はちょっと面白い選手になるかもと思ったら、うん、その、まあ、想像を超えるような選手になって、今やもうイタリア代表の左サイドバックの胃の一番彼ですから、ね、いや、そうなんですよね。そんな中で実はインテルがパリと、はいはい、いよいよ対戦をするということで、うん、なかなか日本国内でですね、ヨーロッパの、あるいは世界のトップオブトップが対戦をするのを生で見ることできないと思うんですけど、うん、以前マルセイ時代にパリとも対戦されてるんですよね。あ、そうですね、マルキーニョス行って、ネイマール行って、ベラッティもいたみたいですけど、ベラッティも、あ、エンバーベももちろんいいのもありましたし、どんな印象ありますか？ディマリアいて、はいはい、いや、どんな印象、もう化け物だなっていう、うん、まあ、それこそ、まあ、前の選手がすごいのはみんな皆さん分かってると思うんですけど、はい、地味かもしれないですけど、まあ、マルキーニョスとシアゴシウバのセンターバック2人、はい、これはもうちょっと鉄壁すぎましたね。マルキーニョスはもともとローマだったんですけど、全然ローマではダメだったんですけどね、パリに行ったらこんななっちゃって、いや、だから分かんないですよ、ね、分かんないな、ローマニスタですよね。そうですよ、僕はローマファンなんで、なんで取った時は期待したんですけど全然で、いや、でもパリでのマルキーニョスとシアゴシウバやばいっす。じゃあそういう意味ではパリとインテル、どのあたり注目されていらっしゃいますか？あとはネイマール来て、うん、ドンナルンマいて、ドンナルンマがそっか、はい、今か、まあ、でもそういうなんかこうネイマールとかパリ の, その攻撃的なそのサッカーに、このインテル の,、まあ、サッカー の, この戦術 の, この戦術 の, この駆け引きみたいなところがもう最近すごい楽しくて、見るのが前はね、昔は結構個人の選手にフォーカスしたりとかして、まあ、サイドバックはどういう、まあ、プレーをしているとか、前の選手のこのクオリティとかをフォーカスして見てたんですけど、今はもう全体ですね。インザギ監督のサッカー、うん、多分何社かご覧になられてるんですが、はいはい、どんなイメージですか？かなりアグレッシブだなと思うんですよ。なんかこう引いて守るっていうイメージでは僕はないんですよね。最近アチェルビを、はい、センターバックの真ん中のアチェルビを前に持っていくんですよ。ああ、なるほど。だからそういうのもどんどんやってるじゃないですか、イタリアも、はいはい、まあ、実際にね、それでチャンピオンズリーグ決勝まで行ったりとかもしてるし、経験なさってると思うんでね、伺いたいんですけど、チャンピオンズリーグで決勝に行くって、うん、やっぱりすごい大変ですね。いやー、まあ、大変どころじゃないですね、あれは。うん、まあ、もちろんその実力だけじゃなくて、やっぱり運ももちろん必要だし。運ありますよね。あります、あります、それは、ね、うん、不順だったり。そうですね、現地でね、見ようっていうこのゲーム、うん、パリ対インテル、うん、なかなかもうチャンピオンズリーグの決勝で、あるいはベスト4であってもおかしくないゲームを生で新国立競技場で見ることができるっていうのはなかなかないと思うんで、うんうんうん、ちょっと中友さんからぜひ一言。皆さん、パリ・サンジェルマンとこのインテル、まあ、言ってみればチャンピオンズリーグ本当に決勝で当たってもおかしくないようなチームをこの国立日本で見れるなんて、こんな機会はなかなかないと思います。ぜひ、まあ、選手のクオリティもそうですけど、その駆け引き、戦術の駆け引きだったり、まあ、なかなか見れないその監督の動きだったりとかも含めてですね、なんかこういろいろ見どころはたくさんあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、国立まで足を運んでみてください。あとはやっぱりせっかくインテルの、ね、公式アンバサダーということで、うん、インテリスタに向けてもちょっと一言メッセージを。インテリスタ、はい、
インテリスターの皆さん、長友です。まあ、今回、ね、インテルが、皆さんの愛するインテルが国立に来るということで、まあ、僕も興奮してますし、皆さんも興奮してると思います。ぜひその熱を国立まで行って、選手たち本当にピッチ上で熱を感じるんで、もうガンガン出して応援してください。みんなで楽しみましょう。ということで、はい、このパリ・サンジェルマン対インテルですけども、8月の1日火曜日、国立競技場で行われます。現在ですね、一般販売チケットだけでなく、選手と直接会える、あるいは間近で見れる、同じ時間を共有できる、選手とのサイン&撮影会を含むさまざまな特典付きスペシャルプログラム、それから試合日にラグジュアリーな空間での食事や飲み物といった世界標準のサービスが味わえるホスピタリーチケット、350万円です。いやー、すごいですね、350万。はい、それはもう相当満足させてもらわないとね。そうですか。うん、まあでもそれだけ満足できるぐらいの、でもインテルの長友さんだったらもうプラッと払えるぐらいの僕、いやいや、なんならもうパスモぐらいでカット。いや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 、でもね、そのぐらい、みんな楽しめるということだと思うんで、本当にレストランとか結構素晴らしい食材を揃えてらっしゃって、シャンパンとかもあるそうですから。あ、そうなんです ね、会社全体で来るとか、ということで、改めて世界標準のサービスが味わえるホスピタリーチケット、まだあるということで、企業体なんかでね、ご購入いただけるとみんなで観戦もできるということですので、あらゆるカテゴリー用意されてますので、ぜひ一度ですね、カテゴリーチェックをしていただけるとよろしいかと思います。ぜひ皆さんで、これなかなか日本でヨーロッパ同士のクラブが戦うって結構ハードル高いんですよね、実は。まあ、高いですね。いろんな許可を得ないと実現しないカードが実現をしてます。ましてヨーロッパのトップクラブの対戦ということなんで、ぜひ世界各国のスターの一挙手一投足、ちょっと注目をしていただきたいというふうに思います。本日は長友さん、お時間をいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんもご覧いただきありがとうございました。さあ、最後にイタリア語でフォルツァインテルで終わりますか。はい、どこ向いていきますか。じゃあ真ん中で、はい、じゃあせーの、フォルツァインテル。